はい。では、新しいお話の前に、また、ちょっと復習ね。私、猫好きなんだよね、先生。I like cats. で、ファームにいるんだけど、I have two cats. そう、have、持ってるよ。何匹持ってるって？ Two cats. They are cute. 2匹とも可愛いんだよ。They are cute. いっつもね、食いしん坊だから、They want fish and meat. They want? 何 want? そう、欲しいっていうの。fish、お魚とか、お肉とか、サラダは食べないからね、猫ちゃんはね。はい、ではお話いきます。Number one. Meg and Ginger go to the bakery. ベーカリーというのはパン屋さん。ジンジャーがどこにいるか見えるかな？in the bag。カバンの中に入ってるよね。二人とも、they want bread。bread は？パンが欲しい。they want bread。先生の猫ちゃんたちは they want fish and meat だったけど、メグちゃんとジンジャー、they want bread。中に入ったら、ベイカー、パン屋さんが、Hi, Meg. How are you? と聞いてくれました。みんなは先生が How are you? って聞いたら何て答えるの？ Of course. こうやってお勉強できるぐらいだから、I am fine, thank you. I am fine. 元気です。聞いてくれて、Thank you. ありがとうって言うんだったよね。そして、And you?めぐちゃんはとっても礼儀正しいから、あなたはいかが？って聞き直してあげます。And you？ そしてあなたは？そしたらパン屋さんも、I am fine too。僕も元気ですよ。その時、ジンジャーが素敵なものを見つけたの。I see jelly beans。ジェリービーンズって知ってる？ポイフルみたいなの。もっとキラキラしてるかも。で、ジェリービーンズが見えるぞ。ジンジャー君興奮しています。 See ってなんだっけ？もうカイル君にばっかり聞くのやめよう。もうできるよね。じゃあリカちゃん、 See って何？見えるだったよね。あ、ジェリービーンズが見えるぞ。 I want jelly beans。 あのね、ジンジャー君、ジェリービーンズ食べるのも好きなんだけど、ボタンにしたかったんだって。いつもマーブルチョコのボタンで飽きちゃったんだね。I want jelly beans. 欲しいよって。次は日本語。はすまくん、多分、カタカナ読めるんだよね。書くのが大変かな？一応一緒に読んでみよう。じゃあ、せーの。ジンジャーは、メグのカバンから飛び出しました。メグはそれに気がつかず、パン屋さんの外に出て行ってしまいました。うわ、大変、ジンジャー置いてきちゃった。はい、ナンバー2。ベイカー、パン屋さんがね、あれ？ What is on the floor? On っていうのは、上。頭の上に手を置いて、On。On って言ってごらん。いおりくんやつむぎちゃんもすぐ覚えちゃうね。Floor は、床だよね。ほら、冷蔵庫じゃない、間違えた。エレベーターにさ、1階なら1に F って書いてあるでしょ？あれ1階のフロア。1個目のフロアだから。2階なら2に F って書いてあるよね。2番目のフロア、床だから。What is on the floor? あれ、床に。そう、what? もう大丈夫だよね。なんだ？床の上にあるのはなんだ？で、あ、ジンジャーブレッドマン。あら、ジンジャーブレッドマンが落ちてる。パン屋さん、ジンジャーブレッドマンも焼くんだよ。そしてね、その時ドアのところで誰かコンコンコン。Who is at the door? Who はなんだっけ？そうだよね。誰でした。What a 何だけど。あれ、ドアのところに誰がいるんだ？開けてみたら、A cat。
cat is very hungry. かわいそうに、とってもお腹空いてるの。キャッツさんがこんなことをミュウミュウ言います。I have two babies. They are hungry. They want lunch. ああ、赤ちゃんが二人いるんだって、持ってるんだって。赤ちゃんも hungry。ヨリくんは時々 hungry になる？お腹すく？この猫の赤ちゃんたちとっても hungry。だから they want lunch。want。なんだったっけ、ハスマくん。欲しいよ。お昼ご飯が欲しいよ。だから I need the cookie。私そのクッキーが必要なんです。赤ちゃんに持ってってあげないとね。ベイカーはいい人だから。All right。いいよって。Here you are。どういう時に先生 here you are っていうの？お菓子あげるときに言うよね。どうぞって。そしたら、the cat is happy. よかった、喜んで。でも、ジンジャーブレッドマン。ジンジャー君持ってっちゃった。どうするかね。食べちゃうのかな。はい、ではテストします。Number one。メグちゃんとジンジャーが、パン屋さんに行きます。Meg and Ginger go to the bakery.二人はパンが欲しいんです。They want bread. もしオレンジジュースが欲しいならせーの。They want orange juice. もしチョコレートが欲しいならせーの。They want chocolate. ね。そしたらパン屋さんが Hi Meg って言って元気ですかって聞きました。元気ってどうやって聞くの？How are you?メグちゃん、私は元気よ、聞いてくれてありがとうって言ったよ。なんて言う？I am fine, thank you. あなたは？ And you? 僕も元気だよ。I am fine too. ここが次に来た時先生とやりとりできるようにね。何回も口に出して言ってみてね。ジンジャー君、あ、ジェリービーンズが見える。僕、ジェリー水見てるんだ。言える？ Good job. I see jelly beans. じゃ、チョコレートケーキが見えるぞ。せーの。I see chocolate cake. ピカチュウが見えるぞ。せーの。I see ピカチュウ。僕、ジェリービーンズ欲しいんだなってなんて言う？ Of course, I want jelly beans. はい、number two.何って英語でなんて言うの？そうだよね、what? 上って覚えてるかな、いおりくんとつむぎちゃん。そうだね、on。じゃあ、床は？リカちゃんとリノンちゃん一緒に言える？ floor。ね？じゃあ、床の上に何があるんだ？って聞いてくれる？ excellent。What is on the floor?もう一回せーの。What is on the floor? じゃあ、テーブルの上に何があるんだ、レイリーが。What is on the table? じゃあ、グラウンドの上に何があるんだ、せーの。What is on the ground? じゃあね、ジンジャーブレッドマンだったんだよね、それが。その時ドアにコンコン。誰だわ。who。これだけでいいや、who。猫ちゃんだったでしょ？その猫ちゃんとってもお腹空かせてるの。言える？ Good. The cat is very hungry. キャットさんがミュウミュウこんなこと言ってます。私二人赤ちゃんを持ってるの。I have two babies. 彼らはね、二人はね、お腹空いてるの。They are hungry.彼らはお昼ご飯が欲しいんです。もちろん、they want lunch. もし朝ご飯欲しかったら、they go, they want breakfast. 夜ご飯が欲しかったら、せーの、they want dinner. 私そのクッキーが必要なの。ママって強いんだね。I need the cookie. ベイカーが優しい人でよかった。いいよ。All right.
どうぞってあげて。Here you are. 猫ちゃん嬉しい嬉しい。The cat is happy. はい。じゃあ2週目。ね、今年もまた頑張るんだもんね。みんなでね、と英語ができるようになるといいね。はい、number three. Look at the cat. あら、全部で3匹もいる。one, two, three. 彼らお腹空いてるんだって。They are hungry. もし自分がお腹空いてるんだったら。そうだよね。I am hungry. じゃあ先生の顔思い浮かべて、君お腹空いてるんだねって言ってくれる？ You are hungry. なんかお腹空いてきた本当に。I am hungry. でね、その猫ちゃんたち彼らはね、クッキー欲しいの。They want the cookie. ねえ、もう want 平気だよね。でもこれジンジャーくんだからね、とうとうジンジャーくん叫びます。No! って、やめてくれって、助けてってなんていうか。Help! 運が良かったの。ちょうど近くをフレッドくんとウォーフが散歩中。Fred and Wolf hear Ginger. さあ、see の意味は何だったっけ？そうだよね、見える。hear は？覚えてる人いるかな？聞こえる、聞く。フレッド君とウーフにジンジャーの声が聞こえます。よかった。助かるかな？急いで行ってみたら、They see the cat. 猫ちゃんたちが見えて。そこでなんかちっちゃいのも見えるぞ。フレッド君、Who is that? って言ったよ。Who 覚えてたよね。誰だ？あれは誰だ？もう一回 ready go. Who is that? じゃああれはなんだ？ならせーの。What is that? もう一回あれは誰だ？ ready go. Who is that? Ginger! Ginger じゃないか。もう急いでね、Fred and Wolf run to the cat. そう。ただ go じゃないの。run だから。走ったんだよね。to もう平気？そう、矢印。猫ちゃんたちの方に走っていきます。次。さあ、ハスマくんも一緒に頑張って読もうね。せーの。フレッドは、ジンジャーを助けてあげました。そして、自分のチーズサンドイッチを猫たちにあげました。結構カタカナいっぱいあるね。大丈夫かな？そりゃあね、硬いクッキーのジンジャーより柔らかいふかふかのチーズサンドイッチの方が猫ちゃんは喜んだと思います。でも、フレッドくん自分のあげちゃったんだね。お腹すくだろうね。はい、number four. The sandwich is delicious. 何 delicious? 美味しい美味しい。あっという間に猫ちゃんたち食べちゃったよ。そしたらフレッドくん、come on! さあ、って声をかけます。Let's go to farms. あ、間違えちゃった。Let's go to Bob's farm. ボブさんの農場に行こうよ。もしディズニーランドに行くならせーの。Let's go to Disneyland. じゃあ、節子のお家に行こうよせーの。Let's go to 節子's house. ここは Bob's farm に行こうよ。だって、you want warm milk and a warm bed. 君たちだって、はい、want。なんだった？つむぎちゃんも平気だよね。欲しい欲しい。warm は暖かい。暖かいミルクと暖かいベッド欲しいでしょって。そうだね、寒い雪の中で寝るのはちょっと赤ちゃんにはかわいそうだもんね。で、みんなでボブのところに行ったらね、ボブさんも喜んだんだね。Great! ちょうどよかったの。だってこんなこと言ってるよ。I want cats! 僕猫欲しかったんだよねって。そう、先生もなんでファーム、農場にキャッツを飼ってるかっていうとね、モグラさんとかネズミさんが食べちゃうの。例えば大根とか、人参とか。別にモグラさん食べないか、モグラさん穴掘るんだよね。悪さをするんです。だからキャッツがね、追い払ってくれるの。
うん、多分、農場はみんなキャッツ持ってると思います。はい、次、読めるかな？せーの。ファーマーボブは、猫たちに温かいミルクをあげました。そして、藁で温かいベッドを作ってあげました。よかったね。では、テストします。No.3。猫ちゃんたちを見てみて。Look at the cats. ねえ、彼らはお腹空かしてるんだよね。They are hungry. 彼らはクッキーが欲しいんです。もちろん、they want the cookie. 神社のセリフ。助けての前に、やめてってなんて言うの？うん、no でいいんだよ。no! 助けてーは。はい、help! フレッドとウォーフがジンジャーの声を聞きます。good! よくできたね、hear! 聞こえる。Fred and Wolf hear Ginger. で、彼らはね、猫ちゃんたち見たんだね。彼らには猫ちゃんたちが見えます。right! They see the cats! なんかちっちゃいのも見えてるよ。あれは誰だ？Who is that? ジンジャーだ。フレッドとウォーフはキャッツのところまで走っていきます。Excellent. Fred and Wolf run to the cat. 間に合わなかったらね、つむぎちゃん、一時停止しながら一緒に練習してみてね。で、できたらまたもう一回スタートボタンを押すんだよ。OK? はい、No.4。サンドイッチは美味しいぞ。The sandwich is delicious. さあって声をかけてあげて。Come on! ボブのファームに行こう。Good! Let's go to Bob's farm. 君たちは温かいミルク欲しいでしょって。You want warm milk. そして温かいベッド。And a warm bed. 素晴らしいとボブさんのセリフ。Great. 僕猫ちゃんたち欲しかったんだよね。欲しいんだよね。I want cats. Good job, everybody. ゆりくんとか全部いっぺんに覚えようとしなくていいからね。できるところが少しずつ増えていけばいいと思います。それではまた明日。バイ。